どこでもプレイできるヤマハポータサウンド。カシオが楽器を変えた。電子が楽譜を覚え、ランプのガイドで弾けない人も自由自在。そして自動演奏も。カシオと。スポーツもいいけど、エレクトーンも楽しいよ。私の勝手でしょ。お、投げやりですね。ヤマハエレクトーン。ニューライフナウ。サーチャーにメロディーコンピューターがついちゃった。オタマジャクシは読めなくってもね。こうやってメロディーを覚え込ませて、はい、スイングでいきますか。そうなりゃ明日はに弾けるってハッピーだな。シャープメロディーサーチャー。スポーツもいいけど、エレクトーンも楽しいよ。スポーツが私の青春よ。そんな大層な。ヤマハエレクトーン。良いな、気分が良いな。レッスンエレクトーン。私はそよりラになりたいな。レッスンエレクトーンヤマハ。大人になったらエレクトーン弾けるお嫁さんもらうんだ。ウィラブエレクトーンヤマハ。ドレミで弾けるカシオサンプルトーン。毎度お騒がせの新発売、ヤマハシュルキー23,800円。ヤマハ。君のすぐそばに音楽がある。クラビノーバ、新しくなってヤマハから。ヤマハ。初めて吹いた音が出た。入ったな。みんなに聞かれちゃうぞ。吹けば6つの管楽器。カシオデジタルホーン新発売。デジタルギターも好評。私の求めていた音、タッチ。ヤマハクラビノーバ。ヤマハ。伴奏付きですぐ吹けるソフトがいっぱい600曲、カシオデジタルホーン。一台でコンチェルト。新しいヤマハクラビノーバ。ヤマハ。音が良いのはローランドです。ローランドピアノデジタル登場。3D サウンドと一緒に、うん、とっても楽しく弾ける。セルビアーノ。
ピアノの世界がもっともっと楽しくなるね。セルビアーノ。コペラ。やあ、僕コペラ、ピコのお兄さんなんだよ。遊んで学べる音楽コンピューターね。すごい。ヤマハのチーク遊具。コペラ。ヤマハ。ママはサイレント。パパは自動演奏を聴きます。マイはアンサンブルで弾きます。一台でオーケストラと一緒に弾けるヤマハサイレントアンサンブルピアノ誕生。